安岡かまぼこの安岡ひろかずです。今日は全国に12しかない、現存天守のうちの一つ宇和島城に登ってみたいと思います。国の重要文化財として、認定されておりまして、本当にすごくいいお城ですので見に行っていきたいと思います。それでは行きます。レッツゴー。結構きついね、これ。結構きつい。よいしょ。どっち？こっち？向こう。結構きついね。でも涼しいね。うん、綺麗だね。綺麗だね。ね、ここに。いつかこの坂ね、自転車で登ってみてね。無理でしょ、うん、それは。結構こういったシダ系の植物が群生してます、うん、ね。いいですね。もう2分くらい経ったちゃう？経った。ほらね、うん、結構シダ系の植物が生えています。あ、ちなみに僕は安岡です。安岡弘和の息子です。おー、すごい。すごいですね。長友ある石垣。え、何？なんか書いてある。大何？セミがすごい鳴いてます。今からさらに登っていきたいと思います。はい、今ここだけ登りました。まだまださらに。はい、途中の城山郷土館まで着きました。え、下るのここ。今城山郷土館まで着きました。セミの鳴き声がすごい。疲れますね。今真ん中ぐらいでしょうか。まだまだ先はありますので頑張ってみたいと思います。天守閣が見えてますよ。今からラストスパート頑張ります。はい、やっと二の丸跡まで来ました。もう天守閣はもうすぐそこまで来てますのでね、頑張っていきたいと思います。よし、標高68メートル、もうすぐ天守閣。見てください、この絶景。すごいですね。宇和島市内が一望できます。昔はここで見張っていたんでしょうね。高いところに作って頭いいですね。江戸時代から残っているお城、全国に12しかない現存天守のうちの一つです。すごく気持ちがいいですね。芝生があって
セミが鳴いて。こけんなよ。さあ、お父さんが登り始めました。どうですか、お父さん。いいですね。高いですよ、一段一段が。きついですか？きついです。これが伊達家の家紋、片三匹両紋ですかね。伊達家の家紋があります。で、その上に有名な竹に雀の紋があります。じゃあ中に入っていきたいと思います。よし、それでは行ってみたいと思います。はい、行こう。現存十二天守の紹介してるのがありますね。見て、見てかな。触ったらダメよ。近くの。うん、本物のこれ、あの模型やろ。模型。あ、これ伊達家のほら。宗忠。わ、見て、見てください。この鎧よ。鎧すごい。二度目。これ豊臣秀吉の甲冑や。豊臣秀吉の甲冑。二つ目はこれすごいですね。これは伊達秀宗公の鎧です、ね、鎧です。これは誰のでしょう。胸当てがついてる。これはこの月の三日月の、これが伊達政宗公ですね。仙台の独眼流伊達政宗。ここにマップなどがありますね。設計図なの。お、これは英語のこういったガイドもあります。外国の英語で書かれた。外国の人でも分かるなんてね。そして見てください、この石垣。これは誰かが作ったんですね。リアルですね。今いるのは1階のここら辺ですわ。ねえねえお父さん、1階のここら辺でしょうかね。そうだね、 今はまだ1階の入ったすぐのところですね。そして宇和島感じてますね、うん、すごい大きいか、すごいね。お、竹串が1本1本またまたですね。古いですね。お父さん、来て。ここら辺かな。あそこ、階段の前ぐらいかな。そうですね、今はあそこら辺ですね。まだ2階、3階とあります。よし、今から2階に行きたいと思います。一段一段がものすごく高いですね。流行りにく、気をつけて。見てください、この見えて見られるという密別の。あ、これ落ちた。ひっくりもないぞ。ちょっとここに行こう。わ、疲れる。わ、見てください。見てください、この絵。二つ目の絵も。すごい。すごいですね。おっと、ここには大太鼓ですか？なんかでかいですね。ボンボンボン。これは美しい絵です。重本秀吉さんの絵が飾ってあります。伊達政宗公と秀宗公親子の絵ですね。さあ、こっちのすごいですよ。お、階段このくらいですよ。そしてこの廊下、また広いですね。どうですか、見えていますか。おいしい椅子。お、こっからも鉄砲が撃てるんですね。すごいですね。
ヤッホー。ヤッホー。別に誰もいないけど。お、尻尾がいろいろ打てるんですね。どうか、お、これはマップですね。お、尻尾がたくさん、お、お、尻尾がたくさん。お、これは最初の場所ですね。お、一周回りましたか。あ、2階はこんなもんですかね。さあ次、いざなら一緒に登ろうか。登りましょう。待って、な、僕は一段一段がまたすごく高いですね。高いですね。今からいよいよ最上階に行きたいと思います。はい、行きましょう。やっと着きました。はい、見てってくださいよ。はい、どうですかこの景色は。すごいですね。見晴らしがいいです。じゃあお父さんに代わります。すごく気持ちがいいですね。宇和島市内が一望できますね。あれが宇和海ですね。宇和島のじゃこ天の原材料もあの海から来ています。じゃじゃーん。最上階はこうなっています。最上階の階段見てください。かなりきつそうですね。見てください、見てください、この男の子。これは安岡なんで、なんで待って降りないで。この板張り気持ちいいよ。でもこう江戸時代から残っているこの宇和島城、ロマン、どうですか。でこっちがまた反対側ですね。すごくもう本当に宇和島市内が一望できて、商店街の方とかね。この正面が宇和島駅ですね。小学校が見えます。小学校がどこ？ほら、あそこ、あの英語が書いてありました。 JCS。 あれは小学校じゃなくて病院だよ。病院か。行こ。ほら見て、これは宇和島城の外壁ですね。これ変わらん。もう本当にロマンを感じますよ。お父さん、お父さんが降りていきました。さあ楽しかったですね。最上階降りる。いつも止まっていたとこ分かりますか。正解は歩き方です。行こう行こう。はい、なら僕が、おお、下がすごいですね。降りるの怖いですね、僕にとってはね。小学生なので。なんか一番きついことない、うん、ここ。もうほぼ寸劇だもん。はい、帰ってきましたよ。はい、帰ってきましたよ。帰ってきましたよ。はい、はい、どうでしたか。あ、楽しかったです。楽しかったですか。はい、どういうところが楽しかった。あ、登るところとかかな。結構きつかったよな。うん、天気も良かったけど、今日曇ってて割と、そこまで暑いっていう感じではなかったから、まあその辺は良かったよね。うん、結構足が筋肉痛になりそうなぐらい高いところまで登ったけど、また行ってみような。うん、はい、それでは。今回はよりはきつくなかった。はい、そしたらまたね。バイバイ。バイバイ。